はい、それでは広島県立広島 H 学園中学校リーサスチームの発表を始めます、うん、発表は本校でのリーサスの活用を私南迫から発表しその後リーサスを活用した地域探求について生徒が発表を行っていきますまずは本校について簡単に紹介させていただきます 本校は広島県の離島大崎上島にある学校です広島グローバルアカデミーの頭文字を取ってハイガの愛称で親しまれています本校は設立2年目の県立中高一貫教育校です全寮制で1クラスに約20名の生徒がおり各学年2クラスですので現在はおよそ80名の生徒が在籍しています生徒は1人1台 MacBook を所持しています 校内と寮には無線ンが設置されており、どこからでもネットワークにアクセスできる環境となっています。今年から、あ、失礼しました。今年10月に国際バカロレア機構より MIP の認定を受け、国際バカロレア認定校となりました。それでは、本校におけるリーサスの活用について紹介します。本年度、本校ではリーサスを未来創造課の時間と放課後活動で活用しました。 今回は時間が限られていますので、放課後活動での活用についてお話をさせていただきます。まず、なぜリーサスを活用したのかですが、そのきっかけとなったのは新型コロナウイルスでした。全国の学校と同じように、本校でも地域での学習や活動、交流が思うようにできない現状がありました。しかし、学びを校内に閉じるのではなく、地域の方や他校の生徒と共同して学んでほしいという思いがありました。 そんな中、大阪市立水戸国際中学校よりオンラインを活用した地域探求を行わないかという提案をいただきました。本校は広島県の離島。水戸国際さんは大阪府の人工島という対照的な2校の地域を探求し、比較する中で自治域の本当の課題や魅力を考えることができるのではないのかという仮説を立て、プロジェクトを設定しました。 そしてこのプロジェクトでは、経験則や伝聞といった不確かな情報ではなく、多面的かつ確かな情報を活用し、活用し、探求してほしいという思いから、リーサースを活用することとしました。こちらがプロジェクトの流れになっています。スイート国際さんとの交流は一過性にならないように、キックオフミーティングで1回、中間報告で2回、最終報告で1回の合計4回設定しました。 また、プロジェクトの最後には、2校それぞれで考えた自治域の理想の未来を、地方創生政策アイデアコンテストに応募するということを一つの目標としました。こうした活動を行う際に、副教材の収集したリーサスなどの複数の情報を根拠に自分の意見をまとめて論述しよう、データを根拠に意見を主張してみようを活用しました。 まず生徒はリーサスのデータを分析し仮説を立てます。その仮説を検証するため、フィールドワークやアンケート調査を行います。また、ターゲットを絞って対面やオンラインでインタビューを行います。こうしたちゃん、こうした調査探究の過程を経て、見えてきたことや分かったこと、提案する自治域の理想の未来について、スイート国際さんと交流し、お互いがフィードバックを介し、提案をブラッシュアップするというサイクルを1ヶ月続けました。 このような課題を経てたどり着いた提案を今から生徒たちが発表いたします私たちは広島栄知学園中学校リーサスチームです私たちリーサスチームは超栄知大学というテーマで 大崎上島町をより良くしていくための活動を行ってきましたまず大崎上島について説明します大崎上島は瀬戸内海に浮かぶ自然豊かな離島ですブルーベリーなどの果実の栽培が盛んで当該から観光に来る方も多く観光地としても人気の街です次に大崎上島の人口の面から見た強みと弱みについて説明します 強みは学生が多いことです。大崎上島は以前から教育の島として島の教育に力を注いできました。そのため学校も多く学生の人数が多いのではないかと考えられます。弱みは人口が年々減っていっていることです。総人口だけでなく世代別の人口も減っていっています。また若い世代に比べ高齢者が多く同時に少子化も進んでいます。 次に、大崎上島の産業の面から見た強みと弱みについて説明します。強みは先ほども紹介したように、果物の栽培が盛んだということです。宿泊業や飲食サービス業、製造業も広島県の平均を上回っています。弱みは大崎上島町だと病気の重症患者の対応が難しいことです。また、農業などの後継問題やライフラインを支えてくれる方の不足、 企業、事業者、従事者の数の激,激減など、さまざまな課題があることがリーサスを通して分かりました。私たちはリーサスの統計データを考察するだけでなく、考察したものが本当に合っているのか、また、島の人の思っていることというのを実際にスーパーでアンケートを取ったり、学校にインタビューをしたりして確かめました。 スーパーのインタビューでは人口減少について知っている人は多く医療に関してはデータからも見えたように不十分であるということが病院の種類が少ないという意見から伺いましたリーサスのデータから15歳から19歳の男性の人口が多いということが読み取れましたそのため大崎上島町役場さんにインタビューをしたところ事実であることが分かりましたまた大崎上島は教育の島と掲けており 多くの学校を設置したり、移住の相談を町役場が受けるという取り組みを行っているそうです。東京から移住して来られたペアトリーノさんにインタビューをすると、東京と大崎上島は環境は違い、比べるものではないという意見を伺いました。 以上の調査から、自分たちは大崎上島の課題として、人口減少、医療体制の不充実、企業の減少の3つがあると考えました。そしてこの3つはお互いに相互に関係していて、どれか1つが解決すれば、その他の課題の解決のための基盤が出来上がるのではないかと考えました。 例えば、医療体制の不充実と企業の減少の場合、医療が不充実だと、超新器や注射器などの道具を作ったりするなどの医療関係の企業が減ることが考えられます。また、企業が減ると、役場が受け取る法人税の額が減り、民間の医療機関の運営が困難になると考えられます。今回、私たちは、この3つの中でも一番大きな課題は、人口減少なのではないかと考えました。<laughs> そこで私たちが考えた政策アイデアは、超越大学です。課題解決に向けた流れとしては、まず、大崎上島を SDGs に取り組む島として、島内外に PR します。その PR の方法として、超越大学というイベントを企画し、実行します。イベントを実行した後、私たちの考えに賛同してくださる住人の方々、役場、町全体で団結し、さらに大崎上島の SDGs を実現するための取り組みを進めます。それにより、 見つけた大崎上島の課題を解決することができますさらに、町営地大学で島内外の注目を集めることにより島の持続的な人口増加を実現することができます行うイベント、町営地大学の具体的な計画はこのようになっていますみんなが先生、みんなが生徒の町営地大学ではたくさんの経験を持つ島民の方、広島営地学園の生徒、先生 さらに、大崎上島で環境問題に対し、実際に行動を起こしている企業の方など、様々な方に講師として講義をしていただきたいと考えています。また受講者は、大崎上島,島島内外の誰でも参加ができるようにします。コロナウイルス収束後、日曜日に複数回、広島英知学園で行います。自分たちが SDGs に直結する基盤自体を動かすことは難しいと考えたため、この島に来るきっかけになるようなイベントや、 SDGs に関わるイベントをすることで島の理念に共感する人の移住するきっかけや島の経済の活性化を図ることができるのではないかと思いこのイベントを行おうと考えました広島栄一学園の敷地や施設を利用し島の方や海外に関わる人企業の方に講師をしていただく形で授業を行います今日栄一大学では島の弱みにアプローチしていきます このイベントで大崎上島に住んでもらうきっかけを作ることで人口減少少子高齢化の改善につながります。イベントの中で大崎上島が教育の島だということをアピールすることで島の教育の改善につながります。イベントに来る際や終了後に島内で昼食をとって たり、移動してもらうことの経済効果で島を活性化させ、事情者数、事情、あ、者数、事情者数の直前にもアプローチすることができます。超英一大学の開催により人口減少を解決することができ、先ほど説明した課題サイクルになぞって、他の課題も解決することにもつながります。次に、超英一大学の実現性について説明します。 場所については、広島 H 大、広島 H 学園の協力を得ることが可能です。講師の方は、大崎上島町の理念に共同していただいている中国電力の方にもご協力をお願いしたいと考えています。 また、党内外問わず、多くの方に講師としても参加していただきたいと考えています。予算については、金銭的な支援はほとんど必要ないので、実現可能です。自治体の協力については、今回の超一大学の取り組みに賛同してくれる方に投げ銭という形で募金してもらい、そのお金を島に寄付して、持続可能な島づくりに役立てていただき、もらいたいと考えています。 今回の活動は、今まで知らなかった大阪上島の魅力や、人口、産業などの課題について知り、より良い未来を考えることのできた貴重な機会でした。また、リーサスの資料を活用することによって、普段知ることのできないような人口や産業の具体的なデータがあり、大阪上島についてより知るきっかけとなりました。今回の活動は、地域の課題を特定し、解決策を考えるというものでしたが、 地域の課題を解決するために考えた超英一大学を提案するだけでなく自分たちが主体となりながらこの取り組みを実践していけたらと思いますそして自分たちの力でもっとこの島をより良くしていきたいです今日はこのような貴重な時間をいただきありがとうございました今回ご協力いただいた皆さんです引用参考文献となりますありがとうございました それでは最後にリーサスを活用した感想について述べさせていただきます。今回1ヶ月、それも放課後活動という限られた時間でしたが、生徒たちは休日も返上して、時間のある限りこのプロジェクトに取り組みました。このように熱量を持ち、地域探求をすることができたのは、大崎上島に町に対する思いがあったのはもちろんですが、共に探求を行う水戸国際中学校の存在があったからだというふうに思っております。 そして水戸国際遺産とこのような共同プロジェクトに取り組むことができたのは日本全国どの自治体のデータも同じように手に入れることができるリーサスというビッグデータがあったからだと考えていますリーサスはまさに地域探求における確かなエビデンスであるとともに都道府県を超えた共同プロジェクトの共通言語となり得ると感じました本校では来年来年度もリーサスの活用を続けていこうと考えています また本日生徒が発表した内容は12月19日土曜日に行われる地方創生政策アイデアコンテストの最終審査会で発表させていただきます。お時間ありましたらぜひご参観ください。これで広島県立広島英知学園中学校リーサスチームの発表を終わります。どうもご清聴ありがとうございました。